はい、中野プロパティ中野です。本日ですね、インターナショナルスクールとある学校の名前はちょっと言えないんですけども、関係者からですね、こういう連絡が入りました。こちらですね、Please be informed that Ministry of Education MOE 教育庁からですね、アンドイミグレーションなので、これが、イミグレですよね。入国管理局 Temporarily will be hold new student visa application from five countries。 要するにこの下の、チャイナ、コリア、チャイナはそうだった、止まってたんですけど、コリアとイタリーとジャパンとイラン、この2つ、イランとジャパンが加わったと。ごめんなさい、速報でちょっとカミカミなんですけども、こういう連絡が今日入りました。2020年3月3日火曜日に入りました。夕方入りました。このね、4時ぐらいに、オーマイゴー、私ですね。From today? Yes。はい、今日からっていう形で確認したんですけど、それで正解みたいです。で、まあ、別の学校の関係者さんからですね、雨降ってますね。はい、関係ないです。はい。別の学校の関係者さんから、後からちょっとモザイク入れるかもしれないんですけど、まあ、正式な、教育庁からの、お達しですね、の連絡メールをですね、シェアいただいて、まあ、あとは他複数、4校、5校ぐらいかな、もうすぐにこの時間で返事くれた私の、まあ、仲のいい学校担当者さんからですね、確認取ったら、まあ、すべてにおいて、それは間違いない本当の情報だというふうに返事がありましたんで、間違いないと思います。要するにですね、これで説明しましょう。ビザ云々、その前のですね、もっと大事な教育省からの、レターが止まったということなんですけども、どういうことかというとですね、ちょっと矢印じゃなくてかっこ悪くてすいません。学校入学が決定すると、まあ、日本人さんビザ3種類のパターン考えられると思うんですけども、MM2H リタイアビザ、この労働ビザ、学生ビザ、この3パターンあって、まあ、いずれ全員ですね、こちら学生登録、この国マレーシアで学生をするというのをですね、認めますというね、の教育省にレターを出して、依頼を出して、で MOE レターと一般的に言われる教育省から、あなたのお子さんをね、何々インターナショナルスクールで正式に受け入れていいよっていうね、レターが届くんですね。そしたらもうビザ問題の関係のない、ビザはもうすでに会社が持ってくれている、MM2H リタイアビザを取っているような人は、このビザ問題も関係ないんで、すぐにね、こちら学校スタート、労働ビザの人も学校スタートできるんですけども、学生ビザで申請してるっていう人はですね、入学が決定して、MOE のレターが取れてからビザの申請を出すんですね。なので、MOE のレターが来ないとビザ申請出せないんですね。さっきのレターで、アンドイミグレーションというね、この学校からの情報にもあったように、この後、はい、今ビザある、ない、今からビザ取るっていう人、学生ビザのね、人は、ビザ申請をして、で、ビザ申請、学生ビザゲットしてから学校スタートっていう形になるんですけども、なので、MOE が止まってしまうと、MM2H のビザを持ってようが、労働ビザを持ってようが、基本的にはちゃんと国にね、承認された学生として登録されないんで、学校スタートできないんですね。まあ、この辺の、ビザさえあれば、まあ、なんとかなるからって言って、学校スタート、まあ、とりあえずさしてもいいよっていう学校は多いんですけども、MOE レターが出なければさすがにダメだっていうパターンと、まあ、MOE レター別に大丈夫だっていうようなね、学校もありますし、はい。でも、まあ、ビザがないとね、観光ビザでも、まあ、ビザが取れる予定だから学校スタートしてもいいよっていうような学校があったりね、はい、いろいろあるんですけども、まあ、なんせこの大元のですね、教育省の MOE レター、が今ちょっと止まってしまったという緊急ニュースでした。なので、中野プロパティマレーシアでは、こういう情報も、随時入手して、早めに、このね、ページを、特設ページを作りますので、この YouTube の下にですね、中野プロパティのページを貼っときま、リンクを貼っときますので、そちらの方からですね、新たな情報を、更新しますんで、ぜひ、学生ビザ、まあ、労働ビザもそうですね、MM2H ビザもそうですけど、学生登録が今止まってるんで、コロナの影響でね、はい、そういう状況なので、うちのページに、情報随時、分かり次第いろいろアップしようと思ってますんで、また注意して見ておいてください。それでは。